J2 第10節横浜 SC 対栃木 SC 両チームの選手がピッチに入ってくるところです。ではホーム横浜 SC のスタメンをご紹介していきます。フォーメーションでご紹介していきます。続いて栃木 SC のスタメン、そしてフォーメーションです。こちらは前節新潟戦と先発が9人同じです。岡崎からペチュニク、下がってボールをさばくシーンが目立っています。今日のペチュニク、ただペチュニクから西谷、もう一度ペチュニク、つながった、クロスが入る、ファーサイド、大黒ボレーシュート、クロスの来る場所が分かっていたかのような動きでした。そうですね、まあ、これねペチュニクがこうしっかりと大黒選手の動きっていうのを予測しながら、はい、前に行くふりしてファーにこう流れたんで、はい、スペースに出しましたよね。もうこれでいいと思うんですよね、はい、プレーは鳴っていません。プレーが続いている。右に流れた豊島、豊島のクロス、ファーサイド、今頭で落とす、レアンドロ・ドミンゲス、もう一度豊島、クロスボール、ファーサイド、今、うん、ジョニー・レオニーシュート、田島のクリア、いや横浜 FC のね本当畳みかけるような攻撃も良かったですけど、はい、栃木 SC のね本当に体の張った守備っていうのは素晴らしかったですね。今のヘッドはジョニー・レオニー、ね、ここもしっかりとクリアして、こぼれたボール最後中里でしたね、はい、田選手がね、はい、外を走ったんですけどね、からただクロスボール、うーん、下のみ、いや強いシュートを打つことができませんでした。決定的でしたけどね、最後は辻足でセーブしました。まあゴールキーパーとディフェンスの間ですけどね、ここはシンプルにサイドのただを使ってクロス、佐藤から武田、ライン際ボールが残ってます。縦に仕掛けてクロス、うん、レアンドロ・ドミンゲス拾ってシュート、強烈でしたがジョニー・レオニの守備範囲でした。しかしピタッとボール止めますからね、はい、このバランスといい、このパンチ力のあるワンステップでのシュート、はい、これはレアンドロ・ドミンゲスの素晴らしい能力ですよね、はい、クロスボール、まあ、ここら辺でちょっと三浦選手とか松井選手とか見たいですね、はい、クロスが入ってきて大黒、わずかに右、これですね、うん、決定的シーンでした。頭を抱えました。今決定的ですね、うまくね今もこう揉み合いから本当に相手から離れてね自分でフリーになりましたからね、2人ついてましたよ、はい、おっと大黒、大黒切り返してシュート、ヘニキが行く、ヘニキこぼれた、シュート、外しました、外しましたか、外側のサイドネット、西谷ですか、こぼれたボールに大黒、その後ヘニキ体を生かして突進、最後はタダですか、タダですか、はい、辻は今、タバレス監督に行け
と言われてやめました。中途半端です。こぼれた野村、渡辺和人はシュートに行けない。ここで試合終了のホイッスルが鳴らされました。0対0、結局互いにゴールを挙げることはできませんでした。勝ち点1ずつを分け合います。これで横浜 FC は3試合連続の引き分け、5試合勝利なし。